なんでそのもう一回行けたら行けるっていう気があったの？諦めきれないっていう感じ。ね、入った時と、入る前、印象が一番違ったやつだ。あ、マジ？あ、マジよ。ちょっとやつ。あ、マジ。マジで右利きの時、右手にハンマー持ってはい。なので。じゃあ、聞かせてもらおうか。どんだけだ1ヶ月になる？いや、1ヶ月と2週間たらんで毎日ゆるい風とんだろうか。今日で32日まだ生きてる俺みたいな一番暑い時に来たもんな。秋ぐらいから冬帰って一旦涼しいちょうどいい季節挟んでからの夏が一番ベストなんですけど、最初の求人電話してみたじゃん、はい、何断られたの？なんて断られた？今回は断りつけていただきます。今回は断りで、次回じゃあ次回リアとってもう一回募集いたそういうこと断り方考えんといかんよ。もうこっち座って、まあ、声ちっちゃいもん、多分カメラ近いなんでそのもう一回行けたら行けるっていう気があったの？いや、行けるっていう気はなかったですけど、うん、なんか諦めきれないっていう感じ。なんでそんなに入りたかったの？この顔じゃん。そうなんです。なんで俺のことがかっこいいな。まあ人柄の良さ。いや、俺だろ。皆さん俺だろ。はい俺のかっこいいさとか無視して自分で聞いてないどっか他の会社で見て足払いやりたいなみたいな。他の会社では思ってなかった。あ、うちの会社の YouTube を見て、はい、あーってこの会社はいい会社なんだって。で、ね、入った時と、はい、入る前印象が一番違ったやつは岡部さん。あ、マジ？あ、マジ？あ、岡部案外違う。え、どう違ったんすか？どう違った？もっと優しいっていうか、優しくない、うん、今あー、YouTube 上ではいじられキャラっていうか、あ、マスコット的な感じだよな。プライベートはまあそのままなんですけど、仕事中は結構厳しいっていうか。あ、ほんと？へー、かっこいいじゃないですか。仕事中、ほらーって言って、まあハナーって言うの？ハナーしかしたなーとか言うんだ。それちょっとイラーする。まあ少しマジで超正直者でいいじゃないですか。めちゃくちゃいいじゃん、正直者で。こいつバカ野郎と思うな。バカ野郎と思うな。クソーと思うな。わかるわ、俺も昔そうだったもんな。めちゃくちゃ正直者だよね。なんかこごまするわけでもないし。岡部君なんで一言。岡部君、お前カメラと違いすぎるぞ。ようやりたいと思ったよ。そんなにいい会社だったの？はい、会社に一緒に。どうがいいよかった。俺も入ってますもん。その一つ、一人。入ってます。何ですか？俺も、さっきも入ったの。入ってます。入ってねえだろ、あんなやついるいるこの場にいるだって一番話しやすいのたけさんととしさんって言ってたもん。安藤くんお前あんまり人見る見ないわ。これはいや、話しやすい。そう何よりいや、たけさんマジ正直者お前1ヶ月の12日でどういう今気持ち？想像と足場ってどうだった？めちゃくちゃきつい。想像がじゃあ10だとしたら土日とかは想像より5倍ぐらいですか？5倍？あ、マジで10？ これは無理だなって思った。ちょっとやばかった。いやー、今じゃあ想像と何倍出る？3倍ぐらい。まあ今でもそう、毎日もへこたれる。昨日とかやばかったです。そう、余計だよな。初めての一人暮らしだし、うん、人生初の一人暮らしだろ、はい、不安だよね。やりそうな、3ヶ月続きそうな。自分の中でもう決めたの？3ヶ月後は。もう無理だ。いや、まだ決めてない。とりあえず3ヶ月は頑張る。お前なんかスポーツかなんかやったの？あ、そうです。何やってたの？ハードルと走り高跳び。走り高跳び一番良かった時は13の時に全国で5番。全国で5番？すごい。まあ1ヶ月を10日で何？あ、上上がらせる。一回も上がったもんね。中断はありますけど。いきなり中断はね、さすがに。よし、やってみましょう。親子みたい。年齢的にも、ね、親子だもんね。で、右利きやろ。
カメラこのついてるんですよ。俺に見てるんだよ。右利きの時、右手にハンマー持ってやん。はい。なので、で、スイッチを取るやん。はい。そのまま右に出してさ、右手みたいな。これが逆やと、別に取れないことはないんだけど、右に逃げてった方がさ、叩く順番的に近くなってくやん、はい、左から右に逃げてった方がな、取ったらそのまま手すりにつけちゃうとさ、もう外れとるんで、はい、意味ないんだ。落ちた時手すりと一緒に落ちちゃうから、はい、付け替える時はもう柱に、はい、そっからっていう順番、はい、叩く時片方を叩く時は引っ張ってずらすやん。はい。で、もうずらしてある状態の時ってさ、はい、ここも押さえてないとさ、押さえずに叩くと落ちていっちゃう。はい。なんかここの根元手で押さえて、はい、浮いてくるもんで、浮いたらハンマーしまってさ、はい、ハンマーしまって入れる。OK。はい。全開。押さえてないと飛んでっちゃう。叩いて軽く。叩いて。押さえて叩くやん。でもう多分それ浮いてる状態なんだよ。そしたら軽く中央の方叩きながら手で持ち上げてってる。そしたらずらす、持ち上げてずらす。そうそうそう。そしたら安全帯付け替えて。おー、ブレーザー。私が軽々やってたけど、すごい難しいんだよね、こうやって初めての人は。だいたい2発で取れる。こことここ一緒に軽く。人によるか。まだね、確実性がないもんで、感覚わかんないでしょ、取れた、はい、感覚わかるようになってから2本連打取ってもいいか、はい、今はちょっとまだ感覚わかんない。タケさんも細かく教えてくれるから、丁寧に細かいからいいんだ。ちゃんと押さえてないと飛んでっちゃうよ。片方上げるやん。そしたら基本的に外すときは押さえて。どうだった？難しかった。そう、楽しいね。はい、やしもよって楽しいって感覚があったら続くかもしれないな、はい、こんなことやりじゃねえわだと。まあそうそう、そうだな。俺もさ、最初若い時ってもう上げさせてもらって楽しいでしょうがないじゃん。でもな、はい、もう上げてやらせてあげてもいいところまでは来てるもん。ああそう、物覚え1ヶ月。物覚え早い。お前も丁寧だな、教えるのかな。すごい、ほんと細かい、まあ、教えるの上手だわ。わかりやすく、うん、すごい見ててもな、うん、視聴者もわかるよな。うん、それを早くやってるだけなんだなみたいな。めちゃくちゃ嬉しそう。めちゃくちゃ嬉しそうだもん。嬉しそう。この顔。どんどんいい子も入ってきて、はい、本当に YouTube のおかげでありがたいことがいっぱい入ってます。はい。また職人もバンバン募集しとんだけど、ぜひ。まあ未経験はね、基本的にはもうごめんなさいだけど。よっぽどやる気があって。もこちゃんも本当ラッキーじゃない。足場資材、はい、もう購入も全然足場資材も足りてないみたいなんで、はい、結構動画でね、何千万って買ったような今年だけありますよね。確かに1発もないですもんね。で全国行きます、はい、で、あの、まあ、もちろん輸送代
とかはちょっとかかってくるけど、まあ、結構いい値で取っとるんで、他社さんの見積もりよりは高く取るようにしてますんで、ぜひまた声かけてください。あと実習生、実習生が毎月土曜日、第3土曜日に実習生を使いたい人、興味がある人、どういう仕組みなんだっていうのを実習生、あと特定技能のセミナー、はい、副理事長がやってますんで、はい、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。お願いします。せーの、また見てねー。